そこまで書いた時点で本宮先生が無理と思って逃げるんですよ。何を学んだかというと、何を学んだんですかそこから。漫画を描くときにすごい追い詰められて追い詰められて木刀でそこら中を破壊するまでいかないと面白い漫画は描けないんだって思いました。空手バカ一代、はい、空手バカ一代はもう教えられることばっかりなんだよ、主人公の大山増達というですね、極真空手の先生が若かった頃の話だったんですよ。牛と戦う、すごいバカであるがゆえに、空手バカであるがゆえに苦労するんですよ、でも俺は苦労しても、空手バカでいたいっていう、美しいバカでいたいという基本的なスタンスなんですけど、お金に困った時に友人が仕事をくれるんですよ。3人でトラックでなんか輸送する仕事かなんかをするんですよ、でお金をたくさんもらうんだけど、あの冬なんですよね、ストーブの周りで俺の取り分はこうだって喧嘩し始めるわけです。でそれで大山増達がその金を全部ストーブにくべて、この金を取ろうとしたやつは俺が殴り殺すって言うんですよ。殴り殺すか、俺が殴るって言うんだな。私は金が欲しかったんじゃない、君たちの友情が嬉しかったんだ。そんなの漫画で読ませられちゃうんです教育されるよね。いや教育ですね、完全に。これが男の道だとなるわけですな、今大人になってから読み返すと、あーって思うことが、例えばプロレスのリングに呼ばれて上がります、で相棒があの下駄を持って反則をして殴りかかるぞ、そしてやられるんだ、って言ったら、その下駄を空手でパーンって割ってこんなものを使わず正々堂々と戦おうではないかって言い始めたそしたらアメリカ人の向こうのレスラーはえって思うよね誰だこんなの呼んできたの。でも子供の頃はマス大山の言ってることは正しい、正々堂々とリングの上で戦うべきだって言って、周り中アメリカですからキルザジャン、キルザジャンになって、どうやってここから逃げようっていうことなんだけど、子供の頃は正々堂々と戦ったんだから怒る方がおかしい、アメリカ人おかしい、なんとか逃げ延びなければって思うじゃない、でも当然だよね。そりゃそうですよこの人たち金を払って何を見に来たかっていうとそうだ、悪役の日本人レスラーがやられるのを見に来てたわけじゃないですか今見るとそうなんだけど、昔はそうじゃない、そんな空手バカ一代で育ってしまった、まずそっから来るじゃないですか、そっから、で明日のジョーからは、とりあえずやられても立たなきゃいけないっていう、逃げちゃダメだったじゃないですか、逃げちゃダメだよね、立たなきゃいけないって、同じ時期にキャプテンハーロックの男はどうにもならない時に酒をかっくらって寝てればいいんだっていうのを同時に教わるわけですよ、で男ですね、そう男ですね、宇宙戦艦ヤマトでは、男なら戦って最後の敵までやっつけて死ぬべきじゃないんですか、むっちゃ男や、男一匹ガキ大将、漫画を描く描き方なんだけど、あ漫画の描き方、はい、主人公の戸川萬吉が満潮グループがどんどん大きくなっていくけど、どうやら富士山を境に東と西に分かれてて、東には入れませんって言って、じゃあ富士を境にあの南を全部萬吉一家にして、東のグループと決戦の戦いをしようっていう流れがある。最後に東の番長の集まりが、あの2万人富士の裾野に集まるわけですはいはいはい、万吉側は妨害工作を受けて3人で戦うわけですそこまで書いた時点で本宮先生が無理と思って逃げるんですよどうぞ作者がもう書けないって書いたのに、そこまで無理だと思って向こうの奴らが投げた槍が万吉の腹に刺さって血をドクドク流しながら倒れてカンって書くんですよ。そう、それで失踪するんですよね本宮先生が。え本当に、はい、失踪して、その時付き合ってた女と逃げるんだ、確かそういう自伝を読んだんですけど、めちゃくちゃおもろい、逃げた先でジャンプを読むと缶の文字が消されてて、ジゴンに鈴木になってるどうすんの鈴木、誰書くの、逃げてんのに仕方がないから戻って戻るの
アシスタントと麻雀をしてたら書かねえんだ負けて負けて、うん、なんで麻雀まで負けなきゃいけないんだっていうんで、ちょっと待って、こっから想像っていうか確かこう書いてあったと思うんですけど、あの木刀を持ってそこら中を壊して壊すんですよ、うん、うわ怖っ。その時にはっキシャーンって降りてきて、うん、男はこんなにボロボロにメタメタになっても、うん、前に進まなきゃいけないんだって思って、なるほど、原稿に取り掛かる。おい万吉が2万人に向かって、うん、すげえ、見てみ、うん、この血を、うん、真っ赤野郎が男はそれでも進んでいかなきゃならないや、それで説得されるんだったかな、なんか2万人がとりあえずかぶいて、うん、ストーリー的にはその前に2万人に号令して、うん、足元の草をむしれって言って、何を言うてんの一瞬にして草むらが畑になった、お前らが集まったら我ら学生でもできるんやって言って、ふざけるならそんなことでこの状況が好転するというのを持ってんのかって刺される、で倒れる、で真っ赤やろがって言った後に諸葛孔明的な立場の軍師が一人いて、はいはいはい、あの番長連合は集まれないんだけど一般 の不良じゃない学生を集めてくる。そうすると2万人以上がわーっと出てくる来て、うん、ほうほう、いくら勉強をしている普通の学生だとして、うん、この数の差では番長だと言っても勝てないぞっていう話になって、うん万吉側の勝利が決定するわけです。すごい、赤い血を流しながら倒れる万吉をすぐ病院に運べって言ってなりますよね。そりゃそうや、うん、で病院に行って、うん、はっと気がつくと、うん、屋上にみんな集まっております、うん、東側の番長が膝をついて、はい、今日から万吉一家です病院の服着てるんだけど、いつまでこんなダサい服を着せとくんや、ダサいとは言ってないね、うん、ワイの学ラン持ってこいっていう話なんですよ。あ、ごめん。でね、何を学んだかというと、何を学んだんですか、そこから。漫画を描くときに先を考えてちゃダメだ。はいはいはい、すごい。追い詰められて追い詰められて、木刀でそこら中を破壊するまでいかないと面白い漫画は描けないんだって思いました。だから、最後までストーリーを決まってるもの私ダメなんですよ。なるほどね。面白くなっていくけど、どんどん自分が追い詰められていくってやり方が、好き。永井豪先生もそんな書き方ごめんなさい、そんな感じいやいや、わかります、わかります。人生をそこで変えられた。なるほど。いや、変えられすぎでしょ、それ、うん、これどういう話か、大倉さん知ってます？知ってますよ、はい、見ました、うん、いや、読んではないんですよ、うん、アニメどうやってたんですか？断片的に見てて、うん、爆笑しながらいつも見てました。爆笑もなんだ。俺が一番笑ったのはホームランを誰かが打ったんですよ。場外ホームランになって、うん、そこにたまたま歩いた左門豊作がなんか飛んできたからってカーンってその場外ホームランを打ち返すシーンがあって、もう意味が分からすぎて、何それ、そんなこういうのがキャプテン翼の方にこう、そうそうそう、だからもう、うわー最高だ、このデフォルメというかカリカチュアというか、まあ、そもそもこれが最高でしょ。これは有名で、うん、あとなんかうちらの世代で人気のアニメの最終回だけランキングして放送するとかあったよな。よかった。なんかそれでなやっぱ知ってるんですよ、断片的に。原作を読みなさい。そうですね。いや、もう心に染み入りすぎてもうどうしようもなくなる。なんでこんなページ数でこんな内容が入るんだっていう、もう無理、これはできない、誰も。あのどう考えてもね、僕が生まれたぐらいの時点で川崎のぶさん一番うまいね。うまいね、漫画界最高峰の絵描いてたんじゃないかなと。いや本当ですね、アニメでは最愛の恋人が死んじゃうのよ、ヒューマの、はい、恋人いたの。あ、人のために尽くしながら死んじゃうわけ。うもうショック、野球ができなくなっちゃう、もうダメだっていう時に、うん、蘇るシーンがあるんだけど、玉川グラウンドってところで花形があのパンチで蘇らそうとして殴るの。花形が殴るの。殴るの。そう、ジョージャー、俺だ、これは左門の分だとか言って殴るの。俺はダメなんだって、君のパンチも効かないみたいな感じで、うん、それから復活するシーンがすぐその後あるんだけど、うん、アニメだと残念ながら描ききれてなくて、漫画のその次の見開きは、あー人生変わったっていう見開きなの。玉川グラウンドを中心に、はい、全世界が見える構図で、全世界が見える。不思議なの。これはね、本当に奇跡の漫画でね、うん、巨人の星、明日の城、愛と誠って、これ講談社の少年マガジンでやったやつなんだけど、うん、この3つは特に奇跡の漫画で、梶浦行きから原作来ます、はい、川崎さんを受け取ります、はい、川崎さんは千葉さんと違って一字一句書いちゃいけないと、はい、梶原さん の原作を全て受け止めて書くって言ってて、はいはい、ある日ボールが消えたっていう一節で終わってたらしい
で川崎さんどうすんだってどうすんだと思った時にふって書いて、はい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 、それを渡したらしい。さらに梶原一騎がこうパーンって叩いてこう来たかって言ってそこから考え始めたらしい。だから本当に天才と天才を組んで相乗効果でいっていて、今の話は要するにね、はい、当時の結構分かりましたけどね、当時の漫画界で、はい、野球漫画って結構いろいろあって、はい、どれも結構消える魔球って出してたの。あ、そうなんですか。結構トレンドだったんです、ね、だけど初めて巨人の星だけ理由がある消え方した、うん、それまではただ超常現象で本当に消えてた、そういうなんか球があるよみたいな感じだったんですね。そうだから今の話を聞くと、うん、ふっていう時に斜め下に線が入ってるんですよね。おそらくそっからの発想で、うん、フォークボールってことでしょ。いや違う、違ういやちょっと待って、でもさその前にマリ付きしてるじゃん。してますよ。あの時考えてなかった。いや分かんないそこは。それで川崎さんが言うにはそれをこう来たかと思ってあの柏さんが書いた原作が来ます、はい、すると筆圧が違うらしいんです。おー、いい話。梶原一騎乗ってきたなと思って俺もって川崎昇が乗って、そほんと相乗効果でそこでは行くらしいんで。なんか川崎さんのインタビューで見たことあるんですけど、踏んでめちゃくちゃ悩んで、それでその時に自分が絵を描く時にあのフォームで足がバーって上がるたんびに必ず土煙がバーって出るのを描いてたから、これで消えるっていうのはいけんじゃないかって言ってその通りになっていく。へえ、だから知らなかった。煙に巻き込んで見えなくなるっていう展開にできんじゃないかっていうふうに考えた。てか原作者は何の原理なのか書かない人なんです、ね、だから勝負してんの。もう全部漫画家と勝負、その時点で考えてなかったんだ。漫画家と勝負するの。だからそれ勝負なの。だから勝負なの。俺はここまで描いた、お前はどういう絵か描いてくんだって投げてくるから、もう毎回毎回真剣勝負で、それに耐えられなくて角田二郎さんはっていう話なんです。すいません、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 後でフォロー教えてくれ、分かんない。もう100トロ来ちゃうから、もう生きる伝説ですから。うーん、いや、この先どうなるかって考えて作ってない作品だった。いや、でもその頃、消える魔球になるとジョーと被ってますよね、これ。そうね、ジョーやりながら、そうそうそう、ジョーは8あの2年後の68年、2年後だってずっと少年マガジンの1位と2位なので、それを、同じ雑誌で梶原さん2つやってる。名前変えて2つやってる。すごいな。そうで、それがもう ワンツーでずっといくで、その後愛と思うこと始まる。そうね、化け物違うのがすごい。キャラも違うし、ちゃんと同じようなものを2つやってんじゃなくて、うん、スポーツの種類も違うし、あ、とにかくこれ読みなよ。何種類も参考本持って何回も読み直してるけど、そう、ね、何回読み直しても面白いから。そうなんだ。おすすめのシーンは他になんかないですか。ここがすごいよ。大リーグボール2号消える魔球で、うん、最初にオズマを打ち取った後のシーンですよね、うん、はいはいはい、ちょうどアポロが月、それが流行ってた時で、月に人間が行ったと、もうウサギの餅つきの時代じゃなくなったんだ、ウサギの餅つきの方が良かったという人もいるかもしれない、ほう、しかし俺は新しい道を大リーグボール2号で探っていこうというのをマウンド上でつぶやいてるんだよね。でそれをキャッチャーの番が何をブツブツつぶやいてるこいつって聞くんだよね。マンチューさんもうおかしい子に思い出すのもめんどくさいとこ出さないでくれます。ニッチ、ニッチらしいんでしょこれ。すげえ面白い。この流れでもう一人、80年こいつがいましたよね。あ、じゃあかー、これはこれでショックだったんですか先生。どうしたどうした。今日家一人で帰る。どうしたどうした。あ、松本零士の無限軌道 SSX というですね、アニメーターがやっと松本零士の先生の絵をね、はい、最高に描けるかっこいいオープニングと1話を用意してきたのにね、はい、もうみんなこっちの方ですよ時代は。うるせえやつらとかあられちゃんをみんな明るくて楽しくて、あ、ジョン・レノンが死んだ年から始まんのよこいつ。だからジョンがいなくなって思想的な何かっていうのはなくなって、うんこつんつんとかやってんだよ、はい、でもうまいんですよ。この裏番組では松本先生のですね、キャプテンハーロックがお前は俺を後ろから撃たなかった、でも後ろから撃たなかったお前は男だってやってる片方でこっちでパコンバンチはって言ってるキーンって言ってるわけですね。そうそう、大学生の私の友達の女子はですね、うん、ガッチャンの絵を一生懸命練習してるんですよ。ガッチャンね、ガッチャンを描けるよ。いい時代じゃないですか。いやだってそれまでの俺たちが信じてたものなんだったのってことになって、なんか敗戦みたいな感じました。自分たちの今までの思想みたいな、破れたっていうのはない、ね、破れたじゃないんや。だけどあのちょうどこれが始まる直前まで、はい、いろんなリバイバルのアニメがあったんですけど、はい、それが今一つ新しい時代を持ってきてはくれない感があったのよ。ああ、なるほど。
でタイトルは言わないけど、昔流行ったアニメをもう一回今の技術でやって、うん、で我々は昔の方が好きだから、うん、今の新しい最先端の技術でやってくれたら嬉しいんだけど、うん、なんかちょっとこれじゃない感があって、あ、それは篠本先生たちも感じてたんですね、うん、そしたらでこういうのが出てきて、はいはいはい、あ、なんかこっちの方向に時代が変わっている、うん、それを感じました ね、そうし、島本さんも書いてますよね。何を？あ、81年デビューじゃないですか。だからほぼ、はい、ほぼ同じタイミングですよね。俺として嬉しかった。だから石森やってくれんだって思った。いや、ビジュアルは石森章太郎をちゃんと続けていきつつ、うん、思想的なものは今的なものに変化しちゃった。あ、なるほど。パロディーはちゃんと梶原が好きなんだよ、うん、それをパロディにするっていう潮流が始まってるから、私たちの年代は梶原先生の生き方ができないんですよ、そもそも、はいはいはい、いくら梶原先生に教えられて も、うん、そうじゃない自分がいるわけ、うん、もうあんな無頼で極道でみたいな無理だ、あれできないよ、うん、破滅しろっつってんだから、うん、だからどうしよう、同じようなことをやると面白いことになっちゃうわけよ、はいはいはい、それをリアルに描いていたって思ってくれると正しい。